はい、皆さんこんにちは。 Z 回、センター試験予想問題、漢文の解説の時間です。はい、それではですね、この動画の中では、皆さんね、おそらくもう皆さん問題を解き終わって丸付けまでして、まあ、解説も読まれた方も多いかなと思います。ここではですね、はい、まあある程度ね、丸付けまで終わって勉強が終わった人を対象として、まあこのワンポイントですね、漢文の学習に対してね、こういうことをするといいですよとか、まあ、設問のポイントで補足することとか、あとはね、まあそもそもこういうふうに考えてみてくださいねっていう大枠ですとか、こういうことをね、動画の中で解説していこうと思います。はい、それではですね、早速、漢文の問題やっていきたいと思います。で、まあ、今回ですね、設問の数なかなか多いんですけれど、これ毎回ね、漢文多いですね。ただまあ読解量が結構少ないので、まあ、制限時間としてはだいたいそうですね、15分から、まあ、20分かけないでね、解ける人もいたんじゃないかなと思います。はい、それではじゃあまず最初の問題ですね。このように、傍線部1とか2のように同じ意味の、ね、まあ、数とか末ねを含む熟語としてってことですね。まあ、熟語表現の中で同じ意味のやつを選んでねっていう問題なんですね。で、これ結構やっぱ出てきますよね。同じ意味の熟語を選びなさいという問題。で、基本的に、まあ、漢字に関する問題っていう風なものは、だいたい、まあ、読み方を問う問題。ね。読み方を問う問題。で、あとは意味を問う問題。で、まあ、それをね、意味を踏まえた上で、同じ意味を持っている熟語をね、選びなさいとか、まあ、こんな感じで出てくることが多いですよね。で、まあ、よくその中でも特に次第の問題なんかでも出てくるのが、この同じで、意味を持つ熟語を選びなさいという問題です。で、特に今回ちょっと面倒くさかったのは、この数の方でしょうね。正解は3番ですね、これ、数奇が正解となります。ではちょっと本文見てみましょう。この、それ善はなすべきも悪はなすべからざるはね、断りなりと言って二段落目の直後のとこですよね。福と災いとはね。で、福、幸福であること、ここでちょっとね、皆さんにね、ちゃんと整理できたかってことが大事なんですけど、善悪に対して次のところ出てくるのは福と災いって言葉が次出てくるんですね。災いって言葉が出てくるんです。これ結構難しかったと思います。要はこの話、まあ、この後読んでいったら分かりますけれど、いいことをしたら、ね、幸せ幸福になって、悪いことをしたら不幸災いが起こってくる。これをか、因果っていう風に呼んでるんですよ。で、このようにいいことをしたら幸せなことになって、悪いことをしたら災いが起こりますよっていう、こうね、こうしたことっていう風な、この因果関係を使って説明していくことを筆者はずっと否定してるんですね。この話、そうじゃねえだろう、そうじゃねえだろうってずっと言ってるんですよ。なのでここのところで聞いてるのは、ね、善は、ね、なすべきも悪はなすべからざる、それは当たり前のことだと。じゃあ幸せと災いはっていうのは、ね、幸福と、ね、福と災いとはっていうところは3番の数奇、つまり因果で決まっていないものなんだよって言ってるんですね。ここ因果関係で、良いことをしたから幸せが来るとか、悪いことをしたから災いが来るという性質のものじゃありませんよって言ってるところなんです。ですからこれ、3番の数奇を選んでいくんですね。これ結構難しかったと思います。で、同じような問題でこの末っていう方なんですけれど、これですね、末っていうのは、そうですね、例えば待遇とかっていう時のそうですけれど、これね、もてなすっていう風な意味がありますよね。待つっていう風なものだけじゃなくて、もてなすって意味がありますよね。で、この文脈の中でもてなすって意味になるものを選べばいいわけですから、正解は1番という風になります。待遇はもてなすってことですよね。
この文脈の中です。あとは全部待機、期待、待望、待避、これ全てね、もてなすではなくて待つって意味ですね。つまりに待避ってのは逃げることができる機会を待つというふうなことですからね、それでね、対処してあげれば良いかなと思います。はい、ここまで大丈夫かな、みんな。じゃあ次のところ行きましょう。防線部 A のところですよね、の説明として、最も適当なものを、まあ、1号の中から選びなさいというふうなことです。で、まあ、ここのところ本文ちょっと戻ってみますと、悪を憎む者は、ね、福となるといえども喜ばずと、しかるのちにこれを真の悪を憎むというと言います。でこれはどこと対応しているかというと、その前のところですよね、善を好む者はのところ、一文前のどう書こうかな、いや、でこれをひっくり返しているところが防線部 A で、悪を災いに対して福、こうなってる。ちょっとここ。さっきも言ったようにこのね、問題はちょっとつながっていまして、ここですよね。良いことをしたからいいことが来るとか、悪いことをしたから、ね、悪いことが起こるとか、ね、結果ね、不幸が起こるとか、こういうふうな因果関係っていうのを筆者は否定してるわけじゃないですか。だから善を好むものっていうのはいい、この災いとなることを恐れないっていうのはいいですか、これは善行の結果ってことなんですね。結果不幸が起こったとしても恐れない、つまりいい、そこの両者には因果関係がないんでしょ、
ですか、悪いことをしたから不幸が起こる、いいことをしたから幸せなことが起こるって因果関係がないわけじゃないですか。だから実際はいいことをしたからといって不幸が起こることがあるかもしれない。でも善行の結果災いとなったとしても恐れないんですよ。しかる後にこれを真に善を好むものというっていうのがまずあって、その後に悪を憎む者は福となるといえども喜ばずですね。だから悪を憎む者はいいですか、ね、ここはそれの反対を持ってくればいいんですよね。何の結果福となるのか、これも皆さん分かりますよね。何の結果福となるんですか。それが今度次選ぶ選択肢の中にちゃんと入ってくればいいですよね。そう、それはこれは、はい、悪の結果なんですよ。善に対して悪行の結果幸福なことが起こってもそれは喜ばないってわけですね。叱る後にこれを真の悪を憎むものというわけです。だから憎むというわけですね。ここの対比をしっかりと、ここの関係性をちゃんと取れたかですよね。ちょっとここのつながりが読みにくいんだけど、筆者がここを否定しているっていうところからちゃんとこれを入れてあげてことができれば、善行の結果不幸になったとしても恐れないし、悪の結果幸福になったとしてもそのね幸せを喜ばないんだ。このロジックをしっかりと掴んでください。そうすると、正解は3番であるということがわかると思います。悪いことを認めない人は悪いことをした結果として幸福が現れてもそれを良いことだと思わないんですね。そのように目先の利害で行動を変えない人が本当に悪を憎む人だということとなります。1番は自分を律することができる人っていうふうに、この話の趣旨じゃないですよね。ここはいいですか、善行の結果幸せになれる、悪いこと悪行の結果不幸になるっていう因果律をこう否定している話なんですから、そこのところをちゃんと取ってあげれば1番は的外れであることがわかるでしょう。2番は性格の悪い人は悪いことをした結果として幸福が現れることを面白く思わない。そのように幸福を素直に受け取れない人が本当に悪い人だ。これもね、因果律の否定につながらないね。4番悪いことに走る人は、悪いことをした結果に良い見返りがあるかないかは関係なく悪いことをしようとする、はい、これも全然関係ないですよね。そのように先のことを考えない人が本当に悪いことをする人だ、悪を憎む人ですから、これで関係ないですよね。5番も最後、注意深く周りを見る人が本当に悪を憎む人、わけわかんないですね。ですから正解は3番ということになります。大丈夫かな。